あとこの間言っていいかわかんなくてって言ったやつあったじゃん。そう、あれはね、あのスイちゃん先輩と、あといろは先輩と、ふぶき先輩とね、4人でね、あの脱出ゲーム行ったんよ。アンドアミューズメントカジノ。またカジノ行った。そうなんだよ。ふぶき先輩がね、人にさ、これ、早く行きな、みたいな。前進みな、とか言ってさ、すごいさ、なんかリリカとかさ、いろは先輩にさ、前行かせようとするからさ、もう。もうリリカ後輩なのにさ、もういろは先輩にさ、無理やりさ、物持たせてさ、いろは先輩、どうぞとか言って。本当に無理です、ごめんなさいとか言って。ござるのごとか言って。本当に無理ですって言いながら。ダメダメ後輩だったのに。それでも優しいいろは先輩です。でもなんか、スイちゃん先輩なんか、気づいてなかった、いろいろ。いろは先輩がずっといろんなのにこう敏感にさ、はあ、今来たとかなんかいろいろ言ってたんだけどさ、え、なんか来てたとか、スイちゃん先輩余裕そうだったわ。でもリリカは震えてた。もう一人で怖い怖いって言って。そう、でもね、無事ね、クリアできたんだよ。面白かった。